一緒に飲もうよ福飲もう福飲む編集長の小笠原です。編集部の渡辺です。同じく編集部の海保です。引き続き笹の川の山口です。同じく笹の川の山口敏子です。はい、よろしくお願いします。はい、早速乾杯しましょう。はい、はい、ご視聴お願いします。乾杯。乾杯。酸味が結構しっかり立ってるなってイメージがあったので、うん、結構脂っこいとか味濃いめの料理ともしっかり合ってくれそうなイメージだったので、すごい今日 の組み合わせが楽しみです。一品目ですね、小田原屋さんのべったら漬けです。なんていうんですか、全然どちらも邪魔しない。うんうん、あ、さっき社長が言ったようにこう新しい味になるっていうか、そんな感じですよね。次はですね、椎茸。旨味がぐにゅーっと出てくる。もうずっとここに留めておきたいのが美味しいですよね。お次ですね、鈴竹中央ミートの福島エゴマ豚生姜焼き。当然。わあ。当然いただきました。当然。続きましては、鯉の旨煮、うん、この人はこのために生まれてきたと思う。ああ、うん、運命の人ですか。不思議なことに最後うまくまとまって消えてしまうっていう感じなので、これはもう、絶対合ってるな、という感じですね。ありがとうございました。何度も本当すいません。ということで、福のね、2024年3月の会は、佐々木翔さんとお送りいたしました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。